皆様こんにちは、ボンバーモーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。はい、また今日も続いて実況交わしていきます。今日もお皿のほどをするのではい、しっかりといい浄化だはい、浄化です。はい、いつも見ていただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、優しいコメントなどいつも励みになっております。本当にありがとうございます。はい、今日もリクエストリーディングをしていきます。ナマズの父親と噂をされている A 西氏ですね、まあ、妹の夫と言われている A 西氏をなぜ護衛官に、なんでこの人を呼んだのかと、もしかしたらお皿が呼んだんじゃないのということで、まずこの護衛官に呼んだのはお皿なのかどうかをまずこちらのタロットで見ていきたいと思います。そしてこの結果次第でこのルノルマンをどう使おうかなというふうに思っています。じゃあ行きましょうか。護衛官をこの A 西氏をいわゆるリクエストしたというか、お皿が呼び寄せたのかどうか、あと一回切ります。ここかな、よいしょ。はい、じゃあ行きましょうか。さて、じゃあ A 西氏を呼び寄せたのはお皿かどうか。はい、行きます。これお皿の気持ちです。えい、まずはソードのキングリバース。まずこのカードから思ったのがハゼへのなんか仕返しとか、あと昭和天皇への、そういう仕返しっていう感じがまずこの1枚から見えました。ちょっとカードいきますね。はい、そしてバンドの7。吊るされのリバース。このカードだけではまだ呼んだとは呼べないんだけど、でもお皿がかなりこう窮屈に思っていた、まあこの皇室の中とか、あといわゆるこうハゼとの関係にこう嫌気がさしていたりとか、なんでこんなに押さえつけられないと嫌ないけないんだとか、そういう反発心みたいなのがあったっていうふうに出てるんですよね。なので今のところイエスかノーかは出てないんだけれども、なんかまずそういう可能性はあるような感じがしています。そしてはい、コインの3、正位置、カップのページ、リバース。ああ、なんかそういう匂いがしてきましたほうか、これは私はお皿が呼び寄せた可能性が非常に高いなと思っています。こうなんかいろいろなことをもちろんお皿は知っていたみたいなんだけれども、なんか淡い恋心というか、この二人がこの時はまだこうお皿が勝手にいいと思ってただけかもしれない、でもそういうこの人がいいみたいな、そういうことを言ったんじゃないかな。そうすることによっていわゆるこう身近にいてくれるみたいな、そういう特権みたいなものを、利用したのかなというふうに思います。さて、コインの5、リバース、
総度の十正一、世界のリバース。はい、わかりました。ここの、こう一番深い気持ちを見てると、こんなに大ごとになるとは、まあ思ってなかったのかなって感じがするんですね。いわゆるこう、この人を絶対呼んでっていうよりも、まあこう呼んでくれたら嬉しいということを、まあこう側近の人とか、いわゆるこの人のなんていうのかな、上の人って誰になるんでしょうね。そういう人にこう相談して、なんかあの人がいると頼りになるんですみたいな、そういう感じのことを言って呼んでもらったような気がします。でそこにはいろいろな腹いせ的なもの、そういうものがあって、こうあの人かっこいいしみたいな、そういう気持ちで呼んでもらった。呼んでもらった。で心の中ではもう絶対この人がいいとか、こうこの人と、そうだな、例えば、一緒になるのはないか、でもこうそこまで考えてなかった、いわゆる浅い気持ちで考えたことがね、本当に世界が変わったというか、そういう感じのような気がいたします。じゃあちょっとこのカードで、まあ2人がね、まあどういう流れでどうなっていったのか、まあちょっと今日はこれで軽く見れたらいいなと思ってます。まず、まあ、私が見る限りはお皿がリクエストしたっていう感じなんですけれども、まあ、そこから2人の関係が、どうなっていったか。まず木ですね。木。ああ、月が出ましたね。案外早いうちにいい感じになったみたいですよ。まだ呼んだ当初は、いわゆるお声をかけた段階ではまだプラトニックで、なんか一緒にいると落ち着くとか、なんかそういう感じを思ってたみたいなんですけれども、案外早いうちに、まあこれは月なので、まあ、女性の方からアプローチをした、いわゆるお皿の方からなんかあっという間に動いたんじゃないでしょうか。そしてハート、もういいですかねいいかな。もうなんかね、ここでもう流れが分かったよっていう感じで、はい、こういう感じです。なのでリクエストの答えとしましては、はい、お皿が呼び寄せましたと。ただ呼んだ当初はね、こうそういう関係ではなかったんだけれども、あっという間にお皿の方からいわゆる誘惑して、なんかそういう深い関係になってハートができましたとさ、みたいなはい、以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございます。